NC's TV。彼の本音、男性の本音が知りたい。NC 教えて、男子トーク。彼氏には聞けないけど、恋愛、エッチで気になることはありませんか？LC ラブコスメティックのアンケートで実際に寄せられた女性のお悩みに男子3名が赤裸々に答えるこの番組。今回の質問はこちら。次の質問が、セックスレスになった時どんな誘い方をすればいいですか。セックスレス、女性側からどう誘ったらこのセックスレスは解消されますかっていう。女性からは求めたい気持ちってことだろうね。なんとかしたい、変えたいって思ってるんだと思う。男性がそういうセックスレスの状態に。でもこの場合って男性だけがしたくなくなるとかじゃなくて、わかんない、セックスレスになったことがないから、その気になる女性と付き合ってて、わかんないけど、セックスレスってなんとなくしなくなる日が連続して続いちゃうのが、それがだんだんと自然と1ヶ月2ヶ月とかしないのがもう普通になってくるっていうことだと思うの、俺の中で。自然になんかこうちょっと少なくなって、そう、回数が少なくなっていって、男だって少なくなっていったらなんかちょっと寂しくなったりとか、なんか変えないとダメかなって思ったりするのを、男性の方も求めているのか求めてないのかっていうのがちょっとまた難しい。そう、分かんないよね、そこも。最近してないよねとかっていう感じで入っていったらいいかなって。最近はね、最近してないよねって言って、でも会話の中からそういう、なんかさ、付き合ってるとさ、無言の間みたいなのがあったりするじゃん。もちろんね、そういうところ全然沈黙はあるし、ね、沈黙があった時に、最近なんかしてないよねって言われた時、え、何があってなったらさ、エッチしてないよねみたいなこと言われたら、あ、そうだねみたいな。で、そこからちょっとなんか雰囲気が作れたりしたら、いいかなっていう。あ、確かに。そのさりげない一言からきっかけっていうのはいいかもね。そう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 。だからその、まあ、20代で言ったらセックスレスじゃないけど、最近全然してない期間があった時の誘われ方として何があったらいいか。なんか長くやってない。今しばっち言ったのはこう言葉で、会話の中での誘いじゃん。こうアクションで。ボディータッチとか。そう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 。ああ、それもいいかもしれない。ボディータッチとか、これちょっともうね、イメージだけど、例えばボディータッチとか、一緒にお風呂入るとか。それいいね、一緒にお風呂入るっていうのはいいかもね。そう、なんかこう裸の付き合いってなかなか、いいね、セックスレスの状態になっちゃうともしかしたらないと思うから、ちょっと一緒にお風呂入らないとか。あ、一番自然とそうだね。でもやっぱセックスレスを解消するとなったら、どっちかが一歩踏み込まないとはダメだよね。だって今のもうお風呂に入ろうって誘うのも多分恥ずかしいと。そうか、しばらくね、そういうのないと。何もなかったら。で、ボディタッチも言葉もそうだけど、ボディタッチして膝とか触ってるとするじゃない。それを男がもし払い抜けたとしたらそれもすごい怖いっていうのも分かるので、言葉もさ、言葉はもう脳の言葉が出たらさ、もうそれでもう何にも言えなくなっちゃうし、それは大変なことになるから、ね、でまたそれ、そういうの経験するとね、女性側もね、ちょっと身構えになっちゃったりとかもするから、ちょっと確かにね、勇気は必要。勇気は絶対に必要。そうだね、セックスレスってさ、確かにさ、長時間一緒にいるから、もういるのが当たり前みたいになってる。ああ、そうだね。だから例えば同棲とかしてるとさ、もう毎日のように顔を合わせてるわけじゃん。だからそういう時こそ、ちょっと新しいところにデートに行ってみたりとか、初デートに行った場所にフラッと行ってみるとか、公園とかでもいいじゃない、ちょっと散歩とかでさ、気持ちの修正から入っていくっていう。そうそうそう、記念日とかも良さそうじゃない。記念日とか、あ、記念日何かをイベントのある日とかにやりやすいよね。記念日とかってそういう区切りが多いから、バレンタインとか、その時に普段しないサプライズをしてみるとか、ちょっと普段と違うような空気を作ってみるとかね、イベントとかだったらね、結構イベントごとに勇気をもらうっていうのはありだね。そうだよね。まあ、手段としては言葉でちょっとなんだ、甘えてみたりとか、ボディタッチとかのアクションをこうしたり、ボディタッチが一緒にお風呂入ったりとかっていうところで、その前にも気持ちが離れてるなって思ったら、デートにちょっと違うとこ行ってみたり、初デートの思い出の場所に行ってみたり、
とかでちょっとずつ気持ちを戻していったり、うん、寄せていったりとかして、うん、そうだね、戻してもうそうやっていくしかないね、うん、で勇気がない時は、うん、特別な日、うん、クリスマスだったりバレンタインだったり、うん、自分の誕生日、相手の誕生日とか、うん、記念日とかあるもんね、意外とそう勇気のもらえるそういう特別な日に、うん、そのアプローチをかけてみる、そうだね、どこかな、そうだね、うん、男性はどんな時にエッチしたくなるの？ボディタッチ、セクシーな服、それでも反応しない彼に香りを使ってみませんか？実は 92% の男性がいい香りを嗅いでしたくなったと回答。彼のしたいスイッチを入れるならベッド専用香水リビドーロゼ。秘密の香り試してみませんか？リビドーロゼで検索。